なんか宝箱を開けば開くほどさらに宝箱がもらえる。え、なんかよくわかんないことになってるな。なんかもしかしてすごいことになってる。こんにちは、こなったです。ということで今回は最近気になるゲームがリリースされたみたいで、そちらをプレイしていこうと思います。その名もこちら、こんにちはヒーローです。こちらどういうゲームかと言いますと、全員犬化の超爽快放置型 RPG になります。まずキャラクターが全てアメコミ風の SD キャラクターで、もうそれが個性的でめちゃくちゃいいんですよ。私はね、断然犬派なので本当に楽しみです。さらにその犬のキャラクターを集めてチームを組んで戦闘していくって感じになってるんですけれども、そのキャラクターの配置に戦略性があったり、スキルの駆使がどうも重要になってくるみたいで、そこもすごく楽しみなポイントです。そして一つのゲームにコンテンツがめちゃくちゃあるらしく、それも気になっています。プレイヤー同士で対戦もできるし、成長要素もどうやら多彩らしいとお聞きしたので、早速一体どんなゲームなのか実際にプレイしていこうと思います。どうぞ。はい、ということで早速こんにちはヒーロー遊んでいきたいと思います。なんだ、職場かな。え、厳しい。犬かわいい。立ち上がりたいですか。なんだ、神様なのか。画面をタップして閉じる。青年よ、君はなかなか見込みがあるじゃない。そんな地味なサラリーマンで終わっていいの。はい、ということで早速何やら始まりました。なんか声優さんもすごく豪華みたいで、めちゃくちゃ犬神ちゃんの声がいいんだけど。はい、この犬神ちゃんめっちゃ可愛いんだけど、とりあえずタップしますか。犬が喋った。フルボイスすごいな。僕は犬神ちゃんだよ。君の悔しいっていう感情が僕を呼び出したんだ。はいはい、ほらほら手伝ってあげるから仕返ししちゃいなよ。まずはいつもいじめてくるこの同僚をやって。まずはちょっと同僚から倒していくと、ちょっとやっていきますか。画面をタップして攻撃。あ、めっちゃ簡単。タップ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 。うわ、めっちゃ簡単。で、カバンをポンポン投げてる。え、かわいい。いいな。この本当にアメコミ風のキャラクターが可愛くていいですね。敵が強くなってる。おい、犬神とかなんとか言ってた。お前、こっちも強くなるにはどうしたらいいんだ。そっか、戦闘力8しかないもんね。かなりの量のドッグフードが溜まったことだし、それで強くなれるよ。ドッグフードがなんか成長要素の何かにつながるのかな。タップ、お、レベルアップ。あ、ドッグフードで飼い主をレベルアップ、戦闘力上昇。あ、10も上がった。あ、強くなった。え、めっちゃ強くなった。え、簡単。しかも戦闘中に簡単にレベルアップできるのいいですね、これ。同僚ぶっ倒せ。頑張れ。まだ足りない。もっと力が欲しい。もっと力欲しいな。18だもんね。あ、で、またレベルアップ。え、めちゃくちゃいいですね。あ、しかも今レベル10も上がっちゃった。戦闘中にレベルアップできるのめちゃくちゃいい。あ、めちゃくちゃ強い。10もレベルアップしたら、まあ、そりゃーねってぐらい強くなってる。117だよ。だって10、もう最初の8からもう10倍以上になってるんですよ。あ、ボスになった。あ、ボスも一瞬。あ、隠れるのが大好きなミミックだ。なんだ、逃げようとしてる。ちょっと犬っぽい、かわいい。ミミックも、うわ、ちょっと強い。でも倒せる。お、この宝箱は俺のものだ。なんかドロップしましたね。そうです、このこんにちはヒーロー、どうやら宝箱がめちゃくちゃ落ちるらしく、しかもその中身がめちゃくちゃ豪華で、もう開けきれないぐらい宝箱をドロップするらしいんですよ。だってもう1個宝箱なんかドロップしちゃったもんで、すごくない？この緑の宝箱、なんかいろいろあるんですけど、この多分一番弱そうな緑の宝箱でも、え、 SR の提供割合 6%？ やばくない？とりあえず1個開けてみますか。え、なんかめっちゃ上がった戦闘力。なんだ？新しい仲間かな。グリーンはかわいい。なんで緑？ゾンビみたいなんだけど。え、でもこれもう強力な味方じゃん。あ、増えた。緑の化け物。まあ確かにちょっと怖い、緑の化け物が急に来たら。え、めっちゃ強くない？ちょっと
なんで犬面なんだ確かに人間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 犬。めっちゃ強い攻撃。2人で頑張ろう。え、一瞬あってミミック。あ、この報酬が多分宝箱をドロップしてくれるのかな。え、こんな簡単にあの SR とかが出る宝箱をドロップしちゃっていいんですか。よし来た。あ、青の宝箱だ。また宝箱だ。タップ。あ、さっきより、あ、SR の提供割合どんどん上がっていくのかな、この色に応じて。ええ、やりすぎじゃない。ちょっとこんにちはヒーロー、これこんな太っ腹な、いいんですか。開けましょう。来た、フェンデルクガッと上がったよ。わ、ドッグボーイ、やったー。いいね、男らしくて可愛い。いろいろあるみたいですね。あ、でしかもなんかもしかして宝箱もしかしたらもう一個入手できるんじゃないか。まあ、ちょっと一旦。正義が俺を呼んでるぜ。可愛い子ちゃんたちの声も聞こえるな。大忙しだ。え、ちゃんと全部のキャラにボイスあるの。ちょっと待って、すごくない？今は格好つけてる場合じゃないだろう。まずは目先の問題を解決しないとな。どうやらこのワンちゃんのキャラクターたちめちゃくちゃ多彩らしくて、今緑の化け物とドッグボーイがいると思うんですけれども、なんかね他にも神話とかに関連したものがいっぱいいるらしく、さらにそれをね無課金でこのゲーム全図鑑を埋められるほどに集められるらしいんですよ、どうやら。ちょっとこれは嬉しい、嬉しくないですか。ちょっと無課金でもやるのが楽しいってのは嬉しいな。お店においでよ。お役立ちアイテム満載だよ。お店？なんだろう。ペット店。これガチャかな？今回無料。お、一回無料。ありがとう。飛んでヒーローなんとやらだな。めっちゃ強そう。幹部ゲットしました。え、いいのこんなに。めっちゃ強い。ちょっと待って。幹部めっちゃ強くない？今の見た？で、この合間にもちゃんとレベルアップをするんですよ。ほい。あ、こうどんどんね、戦闘力が上がっていくのちょっとワクワクで楽しいな。もうあっという間にステージ6まで来ちゃった。ボスも？もちろん？余裕だね！よし！楽しい！で、宝箱も実はゲットしてて、いやなんかいつの間にかゲットしてるな。ここで？あ、なんか宝箱を開けば開くほどさらに宝箱がもらえる。え、なんかよくわかんないことになってるな。いや、これはすごい。めちゃくちゃ太っ腹だ。これも開けますか。お、やった、ドッグフード。これはめちゃくちゃありがたい。だってレベルアップに必要だからね。青の宝箱もよし。お、なんだろう、何かに使うのかな。ゲットしました。で、またせっかくだから手に入れた缶をレベルアップしようかな。なんか一番強そうだしね、明らかに。で、こちらは装備。さっきの宝石、製鉄は、あ、すごい成長要素がいっぱいあるって言ってたけど、みんな装備を持ってて、それも強化することができるんだ。え、めちゃくちゃ戦闘力、頑張ればめちゃくちゃ上がるんじゃない？じゃあちょっとグリーンワンの強化しちゃいますか。はい。うわ、めっちゃ強くなった。で、なんかさらにステージ100とか4000でまたいろいろ解放されていくみたいですね。ちょっとステージガンガン進めたいな。進める。え、やばい。だってステージ8で、だってもういつの間にか4637になってるよ。すごくない？お、またいつの間にか宝箱ゲットしてる。この宝箱があることによってマジでいろんな成長要素に必要なものをこの宝箱からさらにゲットできるから、いや、とっても成長しやすいし、宝箱を開けれるってワクワクがめちゃくちゃいいですね。やった、ドクード。大事大事、レベルアップしないと。よいしょよいしょよいしょ。いいね。いや、また担ぎ上げちゃった。こんなんね、余裕ですよ。ガンガン進んでいこう。お、ステージ10のボスまで来ました。頑張れ。いや、結構手強いな。いや、でも強い。カウンがめちゃくちゃ強い。よしよしよし。余裕。いいですね。ミミックが宝箱を落としてくれる。あ、新規の解放。なんだろう。料理。経験な信者くん、
僕に貢ぎ物を捧げるのだ。そうすればさらなる力が手に入っちゃうよ。え、何それ。いや本当になんかやることがたくさんあって楽しい。投げ銭投げ銭しちゃうか。はい。あ、天ぷら、なんだ、なんかすごい音が、え、なんかめっちゃなんか1.5 倍速になってるから戦闘がどんどん早く進む。こんなんいいんですか。確かにこれは超爽快放置型 RPG だな。犬神教最強の能力を伝授しちゃおうかな。え、まだあるの。これだけで楽しいのに。スタンプの力。スタンプの力なんだ。またタップして、こうタップして、スタンプ自分転換、なんか解放、使用成功。なんかもしかしてすごいことになってるえ、すごいことになってる。もうこんなんもう優勝じゃん。もう一生勝てる。早い。待って宝箱開けきれない。もうどんどん入手しちゃってるんだもん。宝箱開けるのやばいわ。あ、しかもキャラクターも入手した。やったね。いや、ちょっと待って、忙しいな。しかもこれでまた青の宝箱も入手できちゃったんでしょ。で開けちゃおう。うわ、もうしかもここで聖鉄も手にあるでしょ。もうずっと強化できる。またグリーンワンも強化して、ドッグボーイも強化で、こっちでレベルも上げちゃおう。さっき手に入れたコード23、レベル32までいけた。あ、カウンをみんなレベルいっぱい上げてる。あれ、来た、戦闘力1万、やったね。あれ、なんかまたいつの間にか、もうめっちゃ宝箱やばい、開けきれない。いつの間にかめちゃくちゃ獲得してる。いや、これはちょっと楽しすぎますね。いいな。さらにこちらのこんにちはヒーロー、オフラインでもいろいろアップグレードすることができるらしく、いや、もうほんといつでもどこでも楽しめるゲームになっています。いや、本当にね、嬉しいね。本当にオフラインでできるってもう完璧なゲームじゃない。弱点がない。本当になんかスカッとするな。すごくステージもガンガン進むし、ボスもパッパと倒してくれるし、もう私もうスタンプの力でパーってタップしなくても今攻撃してくれてるから、なんかもう見てるだけでめちゃくちゃ楽しい。お、なんか勝利第1章が終わったのか。で、さらにまたなんかいろいろ獲得しちゃったけど、すごいよ、今10個溜まってるからね。で、ちょっと待ってね、何から解放された。栄光の塔が解放されましたね。ダンジョン、何やろこちらも。いや、なんかお前ステージ100で解放、200で解放、1500で解放。いや、なんかちょっとコンテンツ楽しすぎない。進めれば進めるほどさらに解放されていくっていうのがちょっといいですね。ちょっとその前に私宝箱開けたくなっちゃった。開けちゃいますか。めっちゃ上がった。しかもクエスト実績みたいなのもどんどん達成していくから、さらに報酬がもらえるってこと。で、またペット獲得しちゃった。やったね。で、青の宝箱も開けちゃおう。やった。これでちょっと私カウンがお気に入りなんで、カウン中心に強化しちゃいましょう。で、飼い主のレベルもちゃんと上げつつ、みんなのレベルも上がる、めっちゃ上がる。小学館も上がる。みんな上げちゃおう。よし。そう、このね、図鑑めちゃくちゃいっぱいいるなと思うと思うんですけど、すごいいっぱいある。戦士、タンク、資格、魔法使い、補助、いっぱいあるなって思うと思うんですけども、どうやらこちら、このこんにちはヒーロー全部ちゃんと無課金で集まるらしいんですよ。いや、ちょっとね、こういうコンプリート要素私結構好きだから、でもそれが無課金でできるってちょっといいなって本当に思いますね。なんかここでも報酬要素あるな。これ多分なんかポイントが集まればきっとまた何かがもらえるんだな。ちょっともう何でもありすぎる。こんにちは、すごい。またいつの間にか集まってるし。はい、ではちょっとね、栄光の塔見ていきましょうか。こちらは一体説明、10層クリアごとに募集チケット、ガチャチケットですねが入手できます。太っ腹、いいんですか。で、1回の挑戦につき1体力が必要で、体力は30分ごとに1回復。まあ、なんか挑戦要素って感じなのかな。戦闘力を上げていくごとに、多分こう推奨戦闘力ってみたいな感じなのかな。今ちょうど私1万4000あるから1層は絶対いけるね。ちょっとやってみますか。え、楽しい。あ、新機能解放、なんか解放した。さらに多分いけるはず。タップ意味あるのかな。あ、でもなんか
速度も速くできる。左のは？あ、スキップしちゃった。え、簡単。え、こんな戦闘が簡単にできちゃっていいんだ。あ、しかも報酬ももらえる。あ、これも多分積極的にやってどんどん成長させていこうってことなのか。いや、成長要素、楽しみ要素ちょっといっぱいありすぎだな。なんかいつの間にかね、もうホット6個もいつの間にか入手もしてますしね。ちょっとどんどん上げていきましょう。レベルを。カンブ、ドクビ、グリーンワン。小学館、ちょっと全然上げてなかった。え、今なんか、一気に50アップした。いいね、こう、ゲーム側が、あ、10いけるから10いこうってやってくれるの。あ、いつの間にか、もう2万近くになってますよ。いや、まだいける。逃げた！いいですね。で、放置報酬は多分これかな？あ、放置してると勝手に集めてくれるの？もう何でもありじゃんとはもう、いや、ちょっとね、楽しすぎる。放置要素もありつつ、でもしっかりこれ配置とか、ちゃんとさっき図鑑で見たと思うんですけど、戦士、タンク、四角、魔法使い、多分これ戦略的な要素だと思うんですね。これで、しっかり、この敵にはタンクがいいとか戦士がいいとか考えてやるのも楽しいんだろうな。ちょっと、楽しすぎ。楽しすぎる。で、ちょっとまた宝箱開けていきましょうか。あ、ドッグフードゲット。でかい。で、青もよしよしよし、これ強化に使えるからね。で、紫の宝箱は、お、骨？骨ってなんだろう。骨をゲットしました。さらにオレンジ。さっきのは UR4% だったけど、これでも UR12%。 え、いいんですか。来い、せっかくだから UR 来るかな。あ、来た。 UR ではなさそうだけど、新しいキャラクター来た。やった。で、こう出陣できるのは5体までなんですけれども、この仮面ワンを出したいなと思った時に、この仮面ワンレベル1じゃないですか。で、これを小学ワンから仮面ワンに入れ替えたいと思った時に、継承を押すと、なんと小学ワンがレベル1になって、仮面ワンが小学ワンの元々のレベル61を継承して戦ってくれるんですよ。もう一回、そう、育成する必要がないってこと。これちょっとすごすぎないですか。これめちゃくちゃありがたいよね。こう全部のキャラを一から育てるのはやっぱり結構大変だと思うんだけど、このこんにちはヒーローは編成によって、こうその時出てるキャラをちゃんと元のレベル引き継いでくれるから、キャラを入れ替えた時に、ちょっとそれがね、ありがたポイントすぎますね。お、3200持ってるから、ちょっとまだガンガン上げていきましょう。だから、こう今はちょっとね、レアリティ低いものキャラクターを持っていたとしても、レアリティの高いキャラクターを手に入れた時に継承できるから、今のキャラクターをどんどんレベルアップすることができる。ちょっとね、すごすぎこれはすごすぎ。さらに報酬いっぱいあって、まずこちら七日祭り、こちらはログインボーナスですね。で、こちらは毎日報酬。今、こんにちはヒーローは無料の999連をやってて、毎日、どうやら、募集チケット、ガチャチケットが10個もらえるらしいんですよ。もう意味がわからないよね。99連しか毎日10個。毎日10連引けるってやばくない？で、受け取りましょう。特典ガチャの方はね、ステージ50の方で開放なので、ステージ50まで進めていただく必要があるんですけれども、まあね、もう私ステージ34だからね、ここまでやって。もうこんなんあっという間ですね。で、ステージの報酬も、もらえた。やったね。で、こっちの報酬、報酬も、あ、4分だけで、もう、700も受け取れる。いただき。で、レベルアップ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 。こっちも強化。装備もね、ちゃんと引き継がれるので、継承。これはありがたい。で、宝箱。いや、ちょっと待って、宝箱開けすぎだって。ちょっと。あ、しかも、キャラクターも入手した。やったね。でもね、ちょっとそろそろリアリティ高いのが欲しいなと思ったりもするけど、でもこんな頻度でね、キャラクターが手に入ったら、図鑑を埋めるの当たり前だろうな。よしよしよし。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。お、飼い主ついにレベルアップ。あ、骨ってランクアップに使うのか。はい。というわけで、ランクアップしました。やったね。もうどんどんガンガン行きましょう。タップ、タップ、タップ。タップしないで自動でやりたいなと思った時は、貢ぎ物をすればね、いいわけですから。取得。クーポン券を使って、天ぷらと交換して、投げ銭。犬神ちゃんに。これで、うわ、もう簡単ちょっと、やっていきます。
めちゃくちゃ楽しいんだけど。超爽快。もうステージ35だし、戦闘力も2万4000までやっちゃった。で、またいつの間にか宝箱が溜まってるし、強化もしちゃうし、なんでもありだね。なんかまた新しい機能が解放されてませんでした？なんかいろいろまたさらに新しい機能が追加されています。進めているんですけども。ホーム。あ、なんかあるいっぱい。主従メールゲーム機。あ、こちらは解放。いや、なんかね、こう最初からバンって出すんじゃなくて、ステージごとに解放されていくのすごく楽しみ要素があっていいな。なんか食べるってあるから食べてみますか。なんだろう、収穫するまであと15分。寿司を占領して豊富な報酬がもらえる。よくわかんないけど占領しちゃおう。あ、占領成功。15分後にさっきの確率で報酬がもらえるってことが、いや、ちょっと何でもありだな。でさらになんかいろいろまだまだありますが、やっていきましょう。こっちもあげちゃおう。よし、トップフードで。よし、なんかオレンジの宝箱来たよ。 12% 来い。なんかいいやつ。うわー、惜しい。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。で、カウンもついにランクアップに来ました。なんか新スキル解放って書いてあるけど、このスキルは一体。お、多分下のあれかな、カウンがなんか下のゲージが溜まって、あ、これがスキルかな。いや、かっこいい。いや、いいですね。こうやってランクアップしていくことにスキルも解放されていくのがいいですね。グリーンバンドスキルも解放させちゃおう。いいね。ロックボーイも解放。コード23も全部解放しちゃおう。いいね。もうマジでね、遠慮なく遠慮なくレベルアップできるのがいい。だって全部継承されるから。いや、熱すぎるな、ちょっと、こんにちは。超楽しい。で、飼い主もね、しっかり上げていかないと、飼い主以上のレベルに育つことはできないので、それもちょっと、大事ですね。しっかり考えて、ドッグフードの使い道もやっていかないと。宝箱も、もう開ける。開けまくる。ドッグフード。いや、大事大事。強化。よし。お、いや、もうめっちゃ強くなったんだけど、もう一瞬で。で、ステージ40にいつの間にかなってたから、さらに報酬ももらっちゃった。いや、どんどん強くなっていく様子がいいですね、こんな短時間で。マジで爽快だし、超ストレス解消される。本当にスマホで手軽にできるゲームなので、マジでおすすめです。実績も結構さっきからちょっとクリアしてたと思うんですけど。うわ、もうここでも報酬もらえちゃう。もう何でもありじゃん。やったね。クーポン券はね、犬神ちゃんへの貢ぎ物に大事だから嬉しい。いや、こんなんいっぱい育っちゃうけど、戦闘力。で、何やろ、こっちも、あ、クーポン券、あ、天ぷらゲットした。今はまだ必要ないですけど、これが永遠にできるってことですよね。すごいな。で、なんと、めちゃくちゃ溜まっておりまして、宝箱を開けていきます。いや、ほんと開けきれないって、これ。だって、さらにまた実績も解除しちゃったし、これでさらに溜まっていくんでしょ、ポイントも。もう、むちゃくちゃだよ。来たー。いいね。あ、なんか。あ、かわいい。この犬、キャプテンワン。これ多分強いよ。なんか開けちゃおう。SSR を引いたのかな、今のは。オレンジだったから。で、いっぱい宝箱も、ちょっとね、時間がもう足りないぐらいにめちゃくちゃある。なんでこんなに宝箱を手に入れられちゃうんだ。よし、新しいの手に入れた。嬉しい。いや、これは確かに図鑑埋まる勢いで集まっちゃうわ。ちょっとお気に入りの看護また強化して、で、ちょっとリアリティ高いキャプテンワンを手に入れたから、誰と変えようかな。コード23あたりと変えるか。継承。よし、あ、全部継承されてる。いや、もうちょっと強すぎ。こんなんありですか。よしよし、どんどんレベルアップもして、で、ポーチのものを回収して、どんどんまた強くなっていきましょう。ちょっとね、楽勝すぎる。でも、この楽勝にもちゃんと成長育成させてるから、それをさらに見るのが楽しすぎる。もうステージ47ですよ、いつの間にか。え、まだ、だって私30分もプレイしないですよ。こんにちは、超楽しくない。でもちょっと苦戦してるから、そろそろちょっと真ん中の強いですね。でもスキルで結構ご利用しできてる感じはする。これでまた宝箱ゲット。いいね。アイテムの獲得
得率もすごく高いし、宝箱ももう16個もう無限に手に入っちゃうよ。もうこんなめちゃくちゃ楽しいんだけど。でしかも戦闘力がね本当に数字としてバッと表示してくれるので、どれだけ自分が成長できたかも分かりやすくて、それめちゃくちゃ楽しいな。ステージ49、50になったら999連ガチャのガチャが引けるので、ちょっとそこまで頑張っていこう。頑張れみんな。うわ強そう。これがボス。ちょっと苦戦してるけど頑張れ頑張れ。スキルを使えば一瞬だって。きた、カウノナイス。あでもさすがにいけるんじゃない、あとちょっと。きた勝利。ここでも宝箱。いやちょっとアイテムもらいすぎだって。これで第2章に進めると。やったね。というわけで、ちょっと得点ガチャの方ちょっとね一番楽しみにしてたんです。ちょっと引いていきましょうか。いきますよ。いいキャラ来い。あなたも俺様と飲みたいのかい。これ私知ってる。こんにちはヒーローアイコンになってる。多分めっちゃ強いキャラ。 UR とかじゃない？やった。しかもうなんかいっぱいいるんだな。筋トレマン、仮面マン、かけらは多分集めることでキャラクターに変化できるんですけど、確かにいろいろ。アーサー、ワンパイ、スカルワン、なんかちょっとこれも神話を元にしたキャラクターでいいな。キャラクターは本当に多岐にわたってていいですね。いやちょっとせっかくだから使っちゃおう。誰と変えようかな。ちょっとグリーンはそろそろ卒業かな。でもレベルアップだけさせといて、編成で継承。あんたも俺様と飲みたいのかい。強すぎる強すぎるって。120。いやもうちょっと勝ちましたね。これはもう余裕だって。強い。待ってめっちゃ強い。これスキルか。めちゃくちゃ強いけど。やった。というわけで無事 UR のキャラクターもゲットして、こんにちはヒーローステージもう50までいっちゃったんだけど、初見プレイで50までいけちゃうことある。というわけで皆さんもこれめちゃくちゃ楽しいので、ぜひ概要欄にダウンロードリンク貼っておくので、ぜひダウンロードしてやってみてください。こんにちはヒーローの公式ツイッターもよければチェックしていただければと思います。はい、というわけでここまでこんにちはヒーロープレイしてまいりましたが、めちゃくちゃ楽しくなかった？おそらくね、見てる人もめちゃめちゃ爽快感味わえたと思うんですよ。だって30分ぐらいプレイしてたと思うんですけど、あれだけで戦闘力何万って言って、宝箱もあんなにいっぱい開けて、 UR のキャラクターも手に入れることができて、一切課金も何もしてないのに、いやちょっとこれすごくないですか。でさらにね、ちょっとコンテンツもいっぱいこれからまだまだありそうで、なんかね、塔とかダンジョン、あそこもステージちょっと開放していろいろまだまだ見ていきたいところですね。その先は実際皆さんぜひプレイしてみていただければと思います。はい、というわけでこんにちはヒーローの方ダウンロードリンクの方は概要欄の方に貼ってありますので、ぜひチェックしてください。公式ツイッターの方もぜひチェックしていただけるとありがたいです。というわけで以上、このあったでした。バイバイ。